笑ってる場合ですよは、フジテレビ系列で1980年10月1日から1982年10月1日まで、平日の12時13時に生放送されていた、帯バラエティ番組、森田和義アワー笑っていいとも、の、全身番組にあたる。本番組は、全番組、日本全国昼休みをリニューアルし、フジテレビ全体や、 ランチタイム番組の改革を図るべく企画された新しい平日昼のお笑い番組であった。漫才ブームの仕掛け人である横沢氷がプロデュースし、毎日スタジオアルタからの公開生放送形式を取った。司会の B&B、レギュラーの 2B8 やアカシアさんま、シンスケ、リュウスケら、当時の若年層に人気のあった漫才ブームの中心的タレントが、 続々と登場し、富士テレビの看板ランチタイム番組に育て上げ、番組スタイルが後番組、笑っていいとも、に受け継がれていくことになる。また、出演者は同じく、横沢プロデュースの俺たち表金属にも引き継がれた。番組タイトルの由来は、当時視聴率が全般的に低迷していた、富士テレビに関し、横沢に上司が、今、富士テレビは笑っている場合じゃないだろう。 といったことにヒントを得てもの。あとのバラエティ番組よりも過激な企画が多く、特に2ビートが担当した勝ち抜きブス合戦は大品縮を浴びた。また、放送当時の富士テレビ会長だった鹿内のブタカが食事中の視聴者に見せる番組じゃないと番組内容を批判したことや、開始2年目の1982年には漫才ブーム自体が収束した影響とも言われる。 信孝の番組批判を受け、長男で当時副社長だった、しかない春尾が番組終了を決断。10月期からの、笑っていいとも。放送開始が春尾によって決定された。番組開始からしばらくおいて、1週間の主なコーナーなどを編集してまとめ、それをスタジオに招いた観客と一緒に、B&B が見ながら進行する番組として、もう一度、笑ってる場合ですよ。 という総集編番組が日曜日にスタートしている。この携帯は後番組、笑っていいとも、における、笑っていいとも、増刊号に引き継がれた。末期の1982年4月以降、B&B が総合司会から月曜日の司会に縮小し、残りを各曜日別司会、レギュラーになった。レギュラーが休暇や地方公演などで不在の場合は、片岡鶴太郎。 カイチエミラが代役を務めた。そして、アカシアさんま、西川のりを島崎敏郎はと番組、笑っていいとも、にて再登板を果たした。司会の B&B の即席漫才から始まり、観客全員が、笑ってる場合ですよ。と、タイトルコールした後出演者全員が、手拍子で登場。ナレーションによる出演者紹介の後、再び、 タイトルコール提供表示 CM 最初のコーナーは末期のコーナー富士テレビほか一部のネット局ではこのコーナーの途中で下部に提供クレジットの字幕が流れ以降は PT 枠になっていた劇団東京乾電池と大橋エリコが演じる時事コント東京乾電池は拠点にしていた渋谷ジャンジャンがある公園通りに長い観客の列ができていたことに目をつけた 富士テレビのスタッフが劇団ごときを、座長の江本明はすでに俳優業が多忙で出演しなかったが、他のメンバーはほとんど全員が出演した。演劇ファンの間では人気があったとはいえ、全国的な知名度はないに等しかったが、空前のお笑いブームで B&B や 2B と新助、龍介といったパワフルな芸人に混じりつつ、東京間電池は、 時事ネタを元にした寸劇を、それぞれの得意な笑いのトーンで展開して知名度を上げていった。当時の漫才師や、それ以前に流通していたザ・ドリフターズや、クレイジー・キャッツなど、音楽を経由したものとも異なる笑いを浸透させ、徳永京子は笑ってる場合ですよ。が、1980年にスタートしたのは、80年代の演劇を示唆する出来事だったと評している。あと番組。 笑っていいとも。にも東京関連地メンバーや劇団東京ボードビル賞が同様に出演している。将来お笑いをリードしようとする若手を育成するために本テレビ系列のお笑いスター誕生に対抗したお笑いコンテストコーナー。タイトルはスター誕生に対抗してフジテレビで放送されていた君こそスターだに由来する。このコーナーでは毎回や町は あるいはプロでもまだブレイクしていない無名のお笑いタレントに文句を解放し、全国の視聴者からの支持が一定量集まれば合格で、これを5日間勝ち抜けばグランドチャンピオンとなるというものである。グランドチャンピオンに輝いた芸人が発表された後、天井に吊るされたクス玉が割れて、大量の紙吹雪と風船が降り、観客からの拍手、歓声で新たなスターの角出を祝福された。 コーナーからは、ヒップアップや山田邦子をはじめ、ダウンタウンや、ザ・ホープ、ハイヒール・モモコ、そのまんま東、大川工業、斎藤優子、越前屋・ヒ田プリティ・長島、ポップコーンといった人材を輩出した。後にフジテレビに入社する、水口雅彦は、京都大学工学部電子工学科時代の1981年に、後に、長崎放送アナウンサーとなる。 竹内敦史と組んだ漫才コンビ、ニッチもサッチもで5日連続で勝ち抜き、11代目チャンピオンになっている。他にも、後にフジテレビアナウンサーとなる、牧原敏幸が出場したり、島田洋七曰く自分の祖母や DJ、高等も番組に出演した。当時文化放送のアナウンサーだった、大野聖太郎が、素人として、ボンチのモノマネグランプリに出演したことも、話題となった。 日替わりで当時最も売れていたお笑い芸人が持ちネタを披露。このコーナーからは全国ネットスポンサーになっていた。提供クレジット表示の時はあるたまえの風景をバックに笑ってる場合ですよ。さらに番組は続きますといったテロップが出ていた。洋七の人は見かけによらぬもの。聞いてみなけりゃわからない。若抹茶。なフレーズで始まるクイズコーナー。洋八が あるたまえに出向き、通行人を捕まえてよしちがその人にいろいろと質問。それがそのままクイズとなったもの。回答者は曜日別レギュラー、東京関電池メンバーゲストが務めた。時折、放送時間の関係上、そのままエンディングに突入したこともあった。末期では各曜日司会が務めた。エンディングではオープニングと同様に出演者全員が、 手拍子で登場。ナレーターが、それではまた明日と言った後、出演者と観客全員が、笑ってる場合ですよ。とコールし、CM 提供表示時間予告テロップが出て、終了していた。なお、最終回では、笑ってる場合ですよ。とコールして CM に入る際に、観客から大量の紙テープが投げ込まれた。その後、提供表示の後に、2年間ありがとうございました。 というテロップが出ると出演者と観客全員がもう一度笑ってる場合ですよ。と叫んで締めくくった。番組終了には直接結びつかなかったが放送日が祝日と重なった1981年1月15日には殺到した観覧希望者が倒れて二人が負傷する事態になった。この結果やむなく番組初の無観客放送となった。これが自番組の 笑っていいとも、における観覧車制限にもつながっている。その事故の中には、当時中学生だった玉袋筋太郎もいたという。1981年7月21日放送分と1982年7月21日放送分では、年前にて公開放送を行った。系列は当番組終了時のもの。 スタジオアルタでの生放送で日本全国昼休みからの流れだった。なお、遅れネットや系列外での放送が登場するのは5番組森田和義アワー笑っていいとも。であり、本番組までは同時ネットか非ネットのどちらかだった。ありがとうございます。